トゥートゥーのモーニング女学院放課後ミーティング、今週もエンディングの時間です。それでは連絡網です、はい、モーニング娘。トゥートゥー71枚目のニュースシングル、チューチューチュー僕らの未来、うん、大人生 Never Been Better が発売中です。 Hello Project 2022 Summer City Circuit モーニング娘。トゥートゥーコンサートツアー Never Been Better Encore が、7月の10日日曜日、中野サンプラザからスタートいたします。続いて Rockin' On Presents Rockin' Japan Festival 2022 モーニング娘。トゥートゥーの出演は8月の12日金曜日、場所は千葉市ちょっと自己紹介始まっちゃったけど大事だから、場所はですね千葉市蘇我スポーツ公園です。そして稲妻ロックフェス2022モーニング娘。トゥートゥーの出演は9月19日月曜日、場所は滋賀県草津市烏丸半島芝生広場です。そして、はい、モーニング娘。9期10期 10th anniversary book が発売中、岡村ほまれフォールブックほまれ 17th journey 発売中ということで、いいね、はい、まだまだありますよ。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。アドレスは morning@markjorf.co.jp morning@markjorf.co.jp です。レイディオネームの前に自分が何年何組かも記入をよろしくお願いします。番組専用のツイッターアカウントは morning1422 です。次回の出席メンバーなど最新情報を随時お知らせしています。皆さんフォローよろー。そしてこの番組の過去のオンエア分を audiobook.jp で現在有料配信中です。こちらのバージョンでは、本編では聞けないオリジナルコーナー楽曲会も聞くことができますよ。ホームルームホームルーム、ホームルームも聞くことできますよ。毎週月曜日配信なのでぜひ聞いてくださいね。詳しくは公式サイトをチェック。ということで Radio 日本をキーステーションにお送りしました。モーニング娘。トゥートゥーのモーニング女学院放課後ミーティング下校の時間になりました。ラディオ日本をお聞きの皆さんはこの後宮本かりんの雑談ラディオです。それでは今日のゲストは出席番号11番今日のゲストじゃない、ゲストじゃないうちはゲストじゃないから、うちは一応さ本人たちだからさゲストじゃダメだね、うちらゲストじゃないから、ちゃんと行こう、ちゃんと行こう。ゲスト3人みたいないないの、パーソナリティいないの、これパーソナリティなしなしなんだ。改めまして失礼いたしました、失敬失敬はい、出席番号11番日直のモーニング娘。トゥートゥーの中美希と、出席番号13番モーニング娘。トゥートゥーの芳賀茜と、出席番号19番モーニング娘。トゥートゥー山崎芽衣でした。また来週もモーニング女学院に遊びに来てね。夏が楽しみ。皆さんこんばんは、宮本かりんです。今週も宮本かりんの雑談ラジオよろしくお願いします。やばい、釣られちゃったよ前に。ということで、私はですねステージ番